いてらっしゃるみたいだけど、あのなんかで、ね、辞めてたのに、全然辞めてたのに、なんかでサイン会みたいなことがあったんだって。そうするとこうみんなでこうなんか握手したりするときに、本当にちっちゃいこうトンプク役みたいにして、お気持ちを察ししますって、またそういう関係の人から渡されたらしい。それはあの電話番号ですか？違う違う、薬草の、うん、覚醒剤だから、もうそら売る方っていうか、お客さんという考え方もできますから、売る方からしたら、そう、はい、だからこの手この手で来るからね、はい、でも清の場合は、清っていうか清原くんの場合は、私本当に佐々木くんはもうあの笑顔が好きですと、お任せでもやって、あの笑顔が好きですっていうのに車の中で睨んでる写真が出て、だって最近写真ないでしょ、だってないですね、あの法廷行く時にも撮れてないもんね、はい、あえて、まあ、撮らせてないのかもわかんないけど、新聞報道も全部あの法廷画家の方が描いた似顔絵だけですもんね。でなんかちょこっとだけどっかの局でなんかどっかのホテルかなんか、その弁護士さんの事務所行くところの本のスーツ着て、そのまま食事かなんか打ち合わせかなんかで行くってのを写ってたけど、はい、佐々木君のあの笑顔は好きで、その僕はもう二度と再犯はないと思いますって、私この気持ちだけでも裏切っちゃいけないと思って、本当に佐々木君と話してね、よく君出て行ってくれたねってしたら、まあ直接来たのって言ったら、弁護士さんからやっぱり清原さんが佐々木さん来てほしいって言って、ってますね、で、はい、やっぱり私に言わせりゃね、本当に今までのチーム、西武とかあのジャイアンツとかオリックスとかすりゃいいのに、まして悪口じゃないよ、悪口じゃないけど、どうして桑田君はいいコメントばっかりで、桑田君こそ本当にね、はい、思ってんなら、ああいう佐々木君が言ってるような野球で生きてほしいしって、なんか桑田君言ってくれりゃいいのに、まあ華やかな人だったからまた頑張って戻ってくると思いますっていう、なんかまあ人間関係よくわからないんだけど、でも佐々木くんがあそこまで言ってね、はい、で、まあ私も佐々木くんとは喋ったけど、テレビとかその新聞とかねで聞いてみると、僕は信じてます、でいろんな形でそのわかんない、よくわかんないけど、野球界の後輩先輩とともに彼の更生に力を貸したい、そんなことなかなか言ってくれる、できるかできないか別にしてね、ここまでまだ信じて応援してくれる、信じてるっていうね、自分のことをここまで信じてくれてる人がいるっていうことはもう絶対忘れちゃいけないよね、はい、私に言わせりゃ、なんかこの新聞だけだけど、子供のためにも、はい、もう絶対やめたいっていう、子供いた時からじゃあなんでそれ思えへんか、やる前にね、いやー私もね本当に向こうも番長って言われてて、私も番長って言われてたから、なんか気になるんですけど、ピシャッと切っちゃったからね私、まあ、それはまた人それぞれの愛情表現だと思いますよ、清原被告、まあまあ関係者によると、大阪の岸和田市に、やっぱり帰ったの、両親に謝罪をして、大阪で薬物依存症の専門治療を受けるというのが、まあ、言われていると、そういう方針であるということらしいですけどね、本当に昔なんだっけ、人間やめますか覚醒剤やめますかってコマーシャルなかった、ありました、その何十年も前だと思うんだけど、はいはい、それでもこうなるのかね、怖い、まあ、本当に怖いものだということですよね、まあ、はっきり言って記憶には残ったけど、記録っていう部分ではね、はい、ない人だけど、あんだけ鼻のある人だったから、やっぱり更生してほしいよね、再犯率がそんな 70% もあるの、7割以上、40代に関してはそうだそうです、絶対もうなんかある時に子供と佐々木くんの顔思い出してほしいね、そうですね、いや 他のニュースが飛んじゃうでしょこれ、これはもうそれぐらいですね、はい、そしてあのラジオ初共演のオールナイトニッポンですが、はい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 、これはごめんなさい、17
17日金曜日40時からという。